皆さんこんにちは、三原一太です。いなりです。1ペリアへようこそお越しくださいました。ありがとうございます。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、はい、さて、月一恒例企画戦国武将のご紹介、本日は前回に引き続きまして戦国時代に活躍したお坊さん特集でございます。はい、はい、一体どういったお坊さんがいるのか、前回 A パターン B パターンというものをご紹介しました。本日は C パターン D パターンのご紹介でございます。こちら最後までお楽しみください。はい、1ペディアでは歴史にまつわるいろんな出来事を皆さんと楽しくシェアできればいいなと思っておりますので、よろしければチャンネル登録、通知ボタンの方をお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、はい、前回こちらを4パターンに分けますよ、戦国時代活躍したお坊さんを4パターンに分けますよというお話をさせていただきまして、はい、A パターンが、戦国武将だったけれども最終的に出家をした人たち、うん、そして B パターンがお坊さんだけど戦国武将みたいな活躍をしていった人たち、うん、そういった形でご紹介をさせていただきました。はい、本日は残りの2つ、戦国武将みたいな活躍をしたとかじゃないんだけど、うん、戦国時代の資料とかを読んでいくとちょいちょい目に入ってくる瞑想みたいな人たち、ほう、これが C パターン、うん、そして本願寺さん、はい、はい、これが D パターンです、うん、こちらの C と D のお話をしていきたいと思っております。はい、はい、前回の動画ね、よろしければこちらの方からお楽しみください。はい、お願いします。はい、お願いします、うん、瞑想知識でございます。はい、ちょっと前回の動画でも触れましたけれども、うん、とにかく当時お寺っていうのが、うん、まあ有名な教育機関というか、そこにしか知識人がいないみたいな言い方、ちょっとねきつい言い方ですけれども、うん、そういった面がちょっとあったんです。今日の五山っていうのがございまして、僕これ今回調べて初めて知ったんですけど、うん、送り火の五山とは関係ないです。あ、その五山ではないんではないんです。はい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 。あの、五山って言ってるけど、うん、これから僕らが話しますのは、お寺、あくまでもお寺なので、山はそこまで関係ない。あ、そうなんだね。そうなんです。うん、しかも五山って言ってますけれども、六山。六山あるんだね。うんうん、それは一緒なんだけどね。はい、別格、五山っていうのが順位付けがされてるんですけど。あー、位いって考えたらいいってことなんですね。そうそうそう。一番トップ5。はい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 。禅宗のお寺トップ5。なるほど。そう。あくまで禅宗なので、お浄土真宗とか、うん、浄土宗とか、そういうのは今はちょっと置いといて。置いとく。比叡山延暦寺とかはここに入ってません。なるほど。そういった理由で。その中で5つあるんだけど、さらに別格で、うん、南禅寺かな、はあはあ、かなんかがいるんですよ。なんで全部で6番。そういったところ。まあ、もちろんこの中に延暦寺とか、うん、金剛寺とか、はい、幸福寺とかそういうのも入ってくるんですけど、うん、そういったお寺で修行した人たちが、うん、この国の知識層のある程度のパーセンテージを占めているみたいな時代が非常に長く続いています。伝統もあるし、うん、昔からそういう場所だったから学問の本みたいなね巻物とかもいっぱいあるし、うん、そういった理由もあって、ところが応仁の乱で京都が焼け野原にね、焼け野原なんですよ。なんで結構地方にそういった知識だったり、うん、物とかが流出していったりとかもしたんですね。ああ、そうだったんだ。もちろんそれだけじゃなくて、それ以前に地方へのその暗夜していった人たちもたくさんいるんですけれども、うん、そういったこともあって戦国時代っていうのは各地方にそういった瞑想といった人が結構排出されていってる印象がございます。ただここは僕の印象ということだけを言ってます個人の印象、個人の印象でございます。この C パターン、うん、代表的な人で言いますと、はい、ちょっと戦国時代の後半、まあ、どちらかというと江戸時代に名を残した人になりますが、うん、例えば沢庵総方さんとかね、ほうあの沢庵漬けの沢庵さん、おお、あの宮本武蔵、宮本武蔵、あのバガボンドとか出てくる人だ、出てくる人ですよね、はい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 、この人なんかいわゆる瞑想に入るんじゃないかなと、この C パターンの、はい、うんうんうん、あるいは、うん、以前武田勝頼の話の時に、キャラが濃い人が多いんだよって話をさせていただきました。しましたね、その中の一人海鮮蒸気さん、この人なんかもそのいわゆるこの C パターンの瞑想に入っていくんじゃないかな、うんうんうん、神道を滅却すれば火もまた涼しで有名なね、はあ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 、そのお坊さんでございます、うん、でこの海鮮蒸気さんのお弟子さんで伊達政宗のお師匠さんに古斎宗一さんって方がいらっしゃるんですが、古斎さん、はい、はい、これは虎って書くんですけどね、うん、この古斎さんはそれこそ大河の独眼竜政宗で、ほうほうほう、大滝秀治さんがおやってまして、うんうん、いやもうね瞑想というか食えないじいさんというか、あ、そうだったんだ、いい芝居されてましたね、なるほど、はい、あるいはここに入れるべきかなっていうところで言うと、浅山日常さんって方が
いるんですけれども、はい、この人はいわゆる宗教論争みたいなものを織田信長の下でやったというふうに言われておりまして、信長の下でまあ可愛がられていたお坊さんみたいなところがあるんですけど、うんうんうん、彼はルイス・フロイスたちその宣教師たちとどちらがその宗派として正しいかみたいな、うん、そんなこと宗論を交わしたんです。無茶言うなって感じなんですけど、確かにそう、浅山さん側としてはそのキリシタン・バテレンを日本から追い出したいみたいなのがあったんでしょうね、うん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 、で最終的にはまあキリシタン側の方がまともなこと言ってんじゃないかみたいな風になったんですけど、うんうんうん、キリシタン側からはまあ敵対したおかげで浅山さんは肉体を持ったルシフェルって呼ばれたりとかする。何それかっこいいね中二心くすぐられる、ね、やっぱねこうみんな頭がいいから名前をつけたりとかっていう時に凝った名前というと前回の動画で話したコンチーン・スーデンさん、この人に対して天魔下道って呼んだのはこの今ここで出しましたタクアンさんですね、うんうんうん、コンチーン・スーデンさんが朝廷に対して幕府の方が偉いんだぞと、幕府がお前たちを支配するんだぞっていうムーブメントをスーデンさんが作ったんですよ。でそれに対してお前朝廷への敬意心がなさすぎだなっていうことで、うん、悪魔のような所業をしたなっていう意味でスーデンのことを天魔下道と罵る下道っていうのがもともと仏教用語ですから、まあそれはしょうがないっちゃしょうがないんですけどね、うん、こんな瞑想知識結構各地方に一人ぐらい本当に出てきます。毛利元就の話なんかをするときにも必ず出てきたりとか、うん、あるいはその自分たちの息子たちがたくさんいるとそのうちの一人か二人を出家させるみたいな風習も当時あったりとかして、はいはいはい、はい、なのでこうお坊さんの名前っていうのは結構こういう形で出てくる。なるほど。それたちはこの C パターンに収めてもいいかなと思っております。はい。そして最後のこのパターン D、 はい、本願寺さん。本願寺さん、はい、戦国時代のお坊さんといえば、まあ、正直本願寺さんだと思うんですよ。ほう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 、本願寺さんそうなの？そう、だってもうパターンの一つに組み込まれるぐらいだもんね。そう、それぐらいの大きさ。戦国武将というか戦国大名並みの勢力をいらっしゃったんです。浄土真宗、一向宗なんていうふうに呼ばれたりとかもしてましたけれども、はいはいはい、ちょっと昔のこの戦国武将をご紹介シリーズを思い出していただきたいんですが、うん、例えば朝倉さんのお話をした時だとかに出てきたんですけれども、はいはいはい、北の北陸の方、加賀、越中、はいはい、そういったあたりで一向一揆が起きて、そこのこうやり取りにこう手間取っていたんだよみたいな話をちょっとさせていただくことが過去何回かあったかと思うんです。その一向一揆の大元締めがこの本です。おー、なのでまず加賀北陸の方にも勢力がありましたよ、うんうんうん、それから、今もね残っておりますけれども京都に、ほうほう、本願寺さんありますよね。ありますね、東と西に。あ、そうそうそう、うん、当時は、石山本願寺って言って、まあ、ちょっと大阪寄りの方に本拠地があったんですけれども、はいはい、まあ、そこらにももちろん一大本拠地がありました、でさらに伊勢長島、あそこにも一大本拠地がありました。へー、日本各地に本願寺が、本願寺がしかも大勢力ですよ。ちょっと手出しができないぐらいの勢力だった。うわ、結構大きかったんだね。そう、本当にそれぐらい勢力を張っていた、そんな本願寺さん。最終的にはこういろいろやり取りがあって、まあ信長がね伊勢長島ですごい大虐殺を行ったりだとか、あるいは石山本願寺を信長が10年ぐらい包囲し続けまして、これはちょっと歴史に残る籠城戦なんじゃないかなと思うんですけど。そうだったんだ、はい、なので信長を一番苦しめた男がこの本願寺賢女さんっていう風に言われたりとかもしています。なるほど、はい、朝倉さんじゃなく、朝倉さんじゃなくて、朝倉さんも僕の中では候補ではあるんですけれども、うん、でも年数とか苦しみ具合から見るとあれだな、うん、この本願寺賢女さん、うん、この人、僕ですよ、うん、僕の感想ですけど、個人の感想ですよ、個人の感想ですけど、戦国時代一番のラブラブカップルだったんですよ。あ、奥さんと仲良かった。なるほど。相思相愛で。はいはいはい。見ていてすごくね、微笑ましい。微笑ましいんだね。お互いがお互いを思い合った和歌を読んでたりとかね。あ、そうなんだ。そうしてて、すごくいい感じなんですけど、うん、ただ、能力というか、その政治力、それから人心掌握術、みたいなものに、どちらも長けてらっしゃって、うん、全然僕は本願寺的な宗派があるとかじゃないんですけど、うん、当時生きてたら信用しちゃうかもなと思うぐらい、うん、それぐらいだったんだね、うん、すごい人たちなんですよ。ただこの賢女さんたちの息子さんたち、本願寺京女さんと本願寺純女さん、このお二人がいるんですけれども、うん、このうちの京女さんが、はい、うん、まあ、問題児というか、あ、問題児だったのというか、なんというか、まあ、やはりこの本願寺っていう勢力がやっぱあまりにも大きくなりすぎたからっていうのはあると思うんですが、ここも跡目相続で若干改図がありまして、はいはいはい、京女さんがお兄さんで純女さんが弟さんだったんですけど、京女さんがもともと賢女さんだいぶ誰の話してんだってついてこれだけど、お、今どこだ、お、はいはい、あのラブラブのねカップルご夫婦の息子さんの、お兄ちゃんの方がお父さんに反発して、あらららら、そう、
で、もともと対立してたから、うん、お兄ちゃんじゃなくて弟の方に後を継がせるっていう遺言が残ってたんですよ。なんだけど、はい、お父さんが亡くなった後、うん、スンってお兄ちゃんが後を継いだように振る舞い出して、これはまずいっていうんで、うん、お母さんの方が、時の権力者、秀吉ですけれども、はいはいはい、に、実はこんな遺言があったんですよ、つって、うん、弟に継がせるべしみたいな遺言をちゃんと見せて、で、秀吉の差配で弟が後を継いで、お兄ちゃんの方は、まあ、しょうがないからこう、追い出されてみたいな、いうようなちょっといざこざがありました。このいざこざのおかげで生まれたのが、うん、西本願寺と東本願寺になります。あ、そういうことなんだね。そうなんです。で、東本願寺の方がお兄ちゃん。はい。西本願寺の方が弟さん。うん。で、弟さんは秀吉に保護され、なのでそのまま京都に残った。お兄ちゃんは、その後、東に流れて、家康に、その後庇護されることが多かったので。あ、そうだったんだ。そうなんです。っていうことを踏まえておくと、うん、幕末の、その本願寺っていうものが出てきた時に、うん、どっちがどっちびいきなのかみたいなのがちょっとわかります。なるほどね。東本願寺は、まあ、どっちかと砂漠派より。はいはいはい、はい。西本願寺は、倒幕派より。はいはいはい、はい。みたいな風になんとなくこうなるんですよね。ちなみにここの東に西っていうのは、もともと西本願寺が七条堀川に、ございます。ありますね。そこよりも東に江戸時代に建てられたので、うん、東本願寺というふうに名前が呼ばれるようになった。呼ばれるようになったと、はい。あくまでその西本願寺がそもそもベースにあったんだよみたいな。なるほどね。はい。ということでございます。はい。さて、A、B、C、D と戦国時代に活躍したお坊さんたちを4パターンに分けてご説明させていただきました。はい。こちら、2本の動画合わせて楽しんでいただければと思っております。おはい。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。